こんにちは、ハブメイチャンネルです。イエイ。あーたしだ。くる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 タップ。重いやつ止まったね。止まったね。ということで、今日はルーレットスレームやりたいと思います。イエーイ。ずっと見たかったこのルーレット。なんとこちら300円で手に入れました。本当はこの小さいのが2つ付いているんですが、その中の1つを使います。本当はこれただの風車なんですよ。なんとそれを使ったんですね。はい、使いました。それではやってみよう。やってみよう。まずは化粧水。化粧水です。で、こちら青いインクです。はい、こちらです。青いインクです。口の中に入れちゃダメです。粘土の黄色。今回は白いラメです。ボンド。粘土の赤色。黄色のインク。星のスパンコール。粘土の白よ。消臭ビーズの黒。赤いインピン。線引き法。間違えた、もう一回言って。線引き法。シャーミングハート。バー。ハートのスパンコール。これや。指ハート、かわいいじゃん。指ハート。粘土の緑。黒い絵の具。ブラック。トイレ。え、トイレ。そうよ、こちらミニトイレよ。で、この中に入っている吸収性ポリマーを使うわ。あ、そうなんだ。まだ使ったことがないから楽しみだわ。ルーレットでトイレが出るといいね。うん。フルゴーム。緑のフルゴームよ。ルールとしてはもうクリアスライムを用意したので、このルーレットを1人3回回します。で、放射と洗濯のりは必ず入れるんですが、その中身をこのルーレットで回します。はい。いや、何が出るかな。トイレ出るかな。しのちゃん何が出た。トイレ。トイレ。面白そうだよね。初めて使うもんね。はい、一体どんなスライムが出来上がるのでしょうか。じゃあまずしのちゃんやる。うん。じゃあやってみよう。はい、まだ微妙に透明ではないクリアスライムを準備しました。まずこちらをそれぞれケースに入れていきます。はい。じゃあ半分に分けようか。どうぞ、振ってください。あ、冷たい。超硬さいい感じ。超冷たい。冷たい。超冷たい。気持ちいいね。よ、はい、作って冷蔵庫の中に入れてました。冷たい。冷たい。冷たい。で、ちょっと固めに作っておきました。わ、氷みたい。冷たい。冷たい。それではルーレット回していきます。で、このルーレットを回したら手でピッて止めるんですが、この止めた部分を入れていくってことです。これなら粘土白だね。はい、回してください。止め、ピッ、粘土白。おー、粘土白。まずはなんかふわふわになりそうな予感がある。では最後もここで回しちゃいます。ではさえちゃんどうぞ。はい、回します。何が出るかな。これだ。これどうなの。もう一回回します。これだ。外しちゃう。どうしてよ。オレンジにしてよ。いやダメだ、外しちゃう。これだ。お、消臭ビーズ黒が出ました。それではそれぞれこちらが出たのでスライムの中に入れていきます。はい。でもさ、消臭ビーズ黒ってことはさ、これさ、出来上がりさ、タピオカになる可能性もあるよね。確かに。あえてこれはいいかもしれない。量は適量に入れていきますよ。はい。これさ、手で掴んで、ポッと。お、そろ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 。お、いい感じ。超タピオカじゃん。こんな感じかな。もうちょっとだけタピオカっぽく。あ、これいいじゃん。はい、このくらいにしておきます。かわいい。タピオカっぽい。シナもくるくるって回して入れちゃおう。すごいふわふわになりそう。いいな、紙粘土。ふんふんふん。私ってほんといいの出ちゃう。
いい感じ、いい感じ。ねえ、見て見て、なんか置いただけなのに沈んできてる。勝手に沈んでっちゃったよ。わ、ぽよぽよだ。あー、どうなるか楽しみ。シノ、一つ目の材料いきます。いいよ、パリッ。赤インク。おー、シノちゃんも好きな赤インクが出たじゃん。よかったね。さあ、なんて切れますか。じゃあ、見てきて。じゃあ、行きますよ。一滴、三滴。じゃあ、もう終わり。おー、入れすぎましたね。医療が楽しみ。話っぽい。話っぽいとか言って。それでは次、サヤの材料2個目を回します。おー。さあ、どれだ。いけ。もう一回です。やっ。おー、青インク。青いインクが出た。二人してインクだね。なんかすごいことになりそう。なんかさ、このピヨピヨボールがさ、青になりそうで、なんか怖い。怖いの？さやちゃんはなんて切れる？なんか薄い感じにしたいから一滴入れてみようかな。じゃあ一滴入れます。そっとそっと。お、入れた。 OK です。え、これ本当に水色になるかな、楽しみ。それでは3個目の材料いきます。デコレーションボール。お、いいの引いたじゃん。良さそう。何個入れようかしら。プトプトプト。どんな感じになるんだろう。予想がつかない。しのちゃんは。でもなんかしのちゃんすごい色合い可愛いね。うん、いいでしょ。いいじゃん。さやちゃんなんか黒い、黒い、黒いっていうか、なんかおばちゃんっぽい。おばちゃんっぽいとなんてことを言うんだよ。いいじゃん、なんか今時のタピオカおしゃれみたいな。ポトポトポト。なんかさ、これがタピオカっぽい。カラフルなタピオカね。そっちの手もあったか。いや、やばい、かわいい。そっち混ぜたらなんかピンクとか。やばい、想像がかわいい、はい、これでいいです。それでは最後3つ目の材料いきます。これだ。もう一回。これだ。なあ、ダメだ。これだ。お、黒。調子フリーズ黒が出ました。え、また入れるの。お、入れる。出たものは全部入れる。同じでも。いいじゃん、これさ、待って。待って待って。いや、同じのなくない？待って、同じのなしにしようよ。へぇ。だって、シナだって同じの出たらやだじゃん。ということで、じゃあタピオカ入れていきます。ポツン。まあ、多い方が可愛いからね。大丈夫、大丈夫。これで水色になれば、ブルーハワイタピオカっていうのがね、できる。可愛いと思います、カゾ。こんな感じかな？タピオカ多めでいきました。OK です。で、星野から混ぜていきます。さあ、どんなのができるかな。しのちゃんのすごい楽しみ。さやの予想ではふわふわでピンクで、なんかカラフルなタピオカ風のすごい夢かわなスライムができると思う。じゃあ最後混ぜます。あ、冷たくって気持ちいい。このね、真ん中にこうやって寄せていきます。なんかおたまじゃくしに見えてきたってママが言ってます。あ、でもなんか水色っぽくなってきたよ。いい感じじゃない。おたまじゃくし、あたまじゃくし。お、しのもかわいい。お、かわいい。なかなかなんか粘土が混じりませんね。おい、粘土を混ぜて。今しの混ぜてんだからさ。あ、このタピオカみたいのかわいい。あ、すごいかわいい。なんかちょっとミント系かも。ミントタピオカ。え、よさそう。かわいくない。しののもかわいい。まさかタピオカが2回も出るとは思いもしなかった。うん、いいんじゃない？確かに運がいいのかもね。
感は綺麗だね。うん、綺麗。なかなかちょっと粘土がうまく混ざらないけど、すごい可愛い。冷たい。ねえ、さーちゃん。It's the タピオカスライム。タピオカスライム。どっちもタピオカスライム。題名決めました。題名お願いします。題名はナッツ風のミントタピオカスライムです。シナを決めた。はい、シナちゃんはこれは夏に食べるピンクタピオカです。ピンクタピオカ、いいじゃん、いいじゃん。ピンクタピオカ、これがタピオカ、これがタピオカ。すごいミントっぽくて綺麗、かわいい。綺麗ですね。冷たいスライムはこの夏にちょうどいいです。はい、スライムを作ってそれでね、冷やすといいですよ。冷やす。しかもさ、これさ、ミントとさ、冷たいってさ、なんか共通点があるというか、見てるだけで涼しくなるね。ちょっとケチャップついたんですね。じゃあ次、せいちゃん。心の中、いつもいつも。今、踊り中です。はいはい。フォトフェチ中です。マイクに声が入りますので、ちょっと静かにしてもらっていいですか。はい、はい、影山根太郎。はい、ということで今日はルーレットスライムをやってみました。もう、ね、はい、本当にね、楽しかったので、なんか普通にやりたいよね。そうやね、またやろう。しのちゃん的に感想どうでしたか。あー、ずず楽しかった。あれずず楽しかった。そうです、またスライムの企画をやるので、ぜひまた見てみてください。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。 TikTok、Twitter、Instagram もやっているので、ぜひそちらもフォローしてください。それではまた見てね。